どうもこんにちは。こんにちは。奈々ちゃんです。奈々不思議の吉田勝人です。大神の梅子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあ、始まりました。やべえ、はい。チャンネルですけども、ね。はい。年末とかにですね、はい、ちょっとびっくりする光景というか、嫌だなっていう光景を見ちゃったんですね。なんでしょう。いわゆる繁華街みたいなところ、うん、渋谷だったんですけど、うん、何もしないからさ、ちょっと休めるところ行こうよって言ってるやつを見て、あ、この誘い文句久しぶりに聞いたぞと思って、もう嫌じゃないですか。もう何もせえへんわけがない。そうでしょ。何もしないからいわゆるホテル行こうよみたいなんですよ。この文言が俺意味が分かんないと思ってる昔から。お腹いっぱいだけど松屋行こうぜみたいな。いや、そうですよね、これは。ちょっとちゃうな。いやいや、受かってないけど大学通おうぜみたいなさ。何もしないけど、ホテル行こうぜ。浄土真宗だけど、般若心経唱えようぜみたいな。いや、もう訳分からんなってきたけど。だからもうね、それだったら、何かするからここでしようぜでいいじゃん。いや、ここでて。いや、それもまずいけど。こぼれ話はラジオで。さあ、はい、今日はですね、はい、ちょっと久しぶりに、久しぶりなんですか。前回ですね、怖い話、僕1回だけさせていただいたことがあったんですが、ありましたね、はい、あれからですね、またちょっと時が経ちまして、うん、ちょっとお話を一ついただきまして、ちょっと怖い話をですね、階段ろうそく立てましょうよ。じゃあ当たりましょう。明かりをつけましょう。明かりをつけましょうよ。はい、はい、階段階ですね。結構この聞いた話がですね、なんか不思議というか、あんま知らないジャンルの出来事だったんで、僕はちょっとびっくりした感じだったんですけど、まあ要は僕の知り合いから聞いた話なんですけど、その僕の知り合いの、まあ知り合いの知り合いの話だからあれなんですけど、まあとある男性が、まあ今会社勤めしてるんですよ。でもその前に、その会社に勤める前にね、ちょっと変わった仕事をやってた。で、ちょっと変わった仕事なんだっていうのが、家系図を作るね、仕事をしてた方なんですよ。珍しいですね。で、その、まあ、なんつうんですか、今だとね、戸籍って何年かまでは取っとかなきゃいけないけど、うん、何年か過ぎたらその保存期間が過ぎて、うん、要はその削除しても構わないみたいな。で、今僕たちがこうしてる間にも、僕たちの戸籍っていうのはどんどん消されてるんです。おお、なるほど。だから、ね、今現在でも、その例えばじゃあ自分が家系図作ろう、うん、戸籍調べようってなったらね、自分のね、先祖の、うん、明治時代、初期とか、うん、江戸時代末期ぐらいまでだったら、要は遡ることができるんだって。だからその家系図のその仕事っていうのは、うん、なんかその自分たちの先祖を調べて、うん、それをなんか掛け軸みたいなのにして、なんか要は、なんか、イメージ湧くやつ、ね。そうそうそう、こういうやつね。はい、で、それをなんか、トーナメント表みたいな。そうそうそう。おじいちゃんとおばあちゃんみたいな。戦って誰が上がったみたいな。トーナメント表じゃねえか。みたいですね。そうそう。はい、で、あれを、まあ要は掛け軸みたいな形にして、はい、まあ例えば床の間に飾るとか。おお。だからそういうのの象徴とかするような仕事をやってた。いろいろ調べる仕事。で、その人が体験した話なんだけど、はい、その方が働いてる時に、とある、夫婦が、うん、まあ、その、作ってくださいって依頼に来た、うんうん。で、50代ぐらいの夫婦の方だったらしいんだけど、うん、まあ、その旦那の方がですね、じゃあこれこれこういう、掛け軸でお願いしますみたいな。うん、頼んだ後に、もうその、ね、旦那はすぐに、じゃあ僕は仕事があるんで、って、うん、まあ、席を立ったと。で、その奥さんだけが一人で残っちゃってね。で、その後事務手続きやったらしいんですけど、うん、なんかその奥さんがすごいちょっと愚痴をポロッとこぼすと、うん。旦那さんっていうのがね、結構横柄な感じだったらしくて、うんうん、で、その、で、うちの旦那が今頼んだ、その、家系図っていうのも、別に本人はそんなに作りたいわけじゃないんです、うん。で、なんでかっていうと、その旦那さんは、まあ、とある企業に勤めてるんだけど、いわゆるこの出世とか、世あたりにすごく長けてる方で、取引先の社長なのか分かんないけど、その人の趣味に合わせるんだって、いつも。で、その取引先の方が、いや、家系図実はうちは作ったんだと。君もどうだね。先祖とか知るのはいいぞ、みたいなの言われて、まあ要は、作りに来た、うん。だから本人的な興味ないらしいの。なるほど。仕事にね、使いたいからっていうね。で、その奥さん曰く、まあそのダウナーは別に先祖も別に全然大切にもしないし、うん、そのお参りとかもしないし、うん、それこそ南下期とかの法要にも全然行かない人なんですよって、うん。で、そこで、あ、そうなんですね、とかいろいろ話してる流れで、その知り合いの男性とその奥さんの共通点というのがあって、まあ地元が一緒だった。うん、で、これ、どこどこ県っていうのもあるんですけど、でもそれは隠すように僕は言われてるからちょっと言えないんですけど、うん、まあ要は県が一緒で、実は通ってたね、学校も学年が違うけど、同じ中学に通ってたみたいなのが分かって、あ、そうなんですねって、まあすごく仲良くなった。うんうん、はい、
でそこからなんかそのいろいろな話とか、うん、事務手続き何どれぐらいかかりますとか、はい、今こういう状況ですとか進捗状況とかいろいろ伝えてる中でいろいろ分かってきたのが、うん、その旦那さんっていうのが昔ね結構結構というかボクサーを目指してプロテスト受かったのかよく分かんないけど結構ボクサーってねその状況詳しく分かんないけど、はいまあ、ボクシングを昔やってて、なんか目悪くしてなんか、はいはい、やめたみたいな、うん、それで結構暴力も振るうような、手上げるようなタイプだったと。あ、そうなんですね。で、その奥さんも実は5歳であると。うん、で、今男の子が3人いるけど、うん、それもみんな連れ子なんですよ、みたいな。うん、まあ、いろんなプライベートな情報が分かってきて、ね、まあまあでも、その仕事だからって作ってる中で、うん、ちょっと納期に遅れますから申し訳ないですっていう電話をかけたんだって、うん、実は、家系図ができる予定の日か、ちょっと遅れちゃうんですけど、申し訳ありませんって電話したら、いや別にいいと思いますよ、うんうん、旦那別にもう別の趣味見つけてますし、え、何ですかっつったら、その家系図のね、その作れって言ったというか、その取引先の社長が、うんうんうん、もうその家系図もそうだけど山はいいぞと、山はいいぞ、うん、なんかその登山を勧めてきたらしいの、うんはいはいはい、で、まあ、その奥さんは旦那さんと一緒に行ったんだって、山にね、山にね、うん、この前行ったんですよ、うん、いやいやっつって、うん、だからそれさっきも言ったように、うん、その奥さんっていうのはね、とかその旦那さんはもう別に行きたくないのよ、うん、社長に言われたから言ってるだけで、要は山頂で妻と二人でニコっていた写真が一枚だけあればいいのね、それを渡して、そう、いや行ったんですよ、よかったです、いいね、行ったんだねっていうくだりだけやりたいだけ、はいはいはい、要は全然その登山も楽しくなくて、なずっと不機嫌でね、山をこうなんか登ってる、はいはいはい、で途中で、まあ、旦那もほとんど運動しないから、うん、まあ、えらい疲れたらしくて、うん、中腹どっか分かんないですけど、なんかね、祠なのか、うん、石が積んであったりする、うん、なんかもしかしたら慰霊碑なのかお墓なのか分かんないですけど、うん、そこのところに、ね、旦那がなんか疲れたって言ってなんかカバン、リュックサックみたいなのをパンと置いたらそれが倒れちゃったんで、うん、でその奥さんっていうのが実はちょっと霊感のある人で、うん、あ、これ多分そういうものだから良くないですよって言ったけど、うん、いやいいんだろうこんなんも知らないよとか言ってた、うん、でその時奥さんが見えたのは冬だったんだけど、うん、その倒れた石からね、うん、湯気みたいのが上がってるのが見えたんだって、うん、だから、あ、もしかしてこれなんか怒ってるのかな、うん、みたいな、これまずいことしたなみたいな思いをしたらしい、うん、で、まあ、それで結局山降りて、というかそれで家系図も結局作り終わって、うん、届けて、まあ、それで仕事自体は無事に終わったんだけど、はいはいはい、それから数年後経った後にね、うん、その知り合いの男性っていうのがたまたまその奥さんと出会ったんですよ、うん、でその出会ったっていうのも数年後に約束をして出会ったわけじゃなくて、うん、同窓会で出会った。おで先ほど言ったように距離が一緒だったんで、うん、そこの県というかそこの地区の学校では、うん、同窓会って別にクラスごとでやらずに、人数も少ないからでしょうね。そう、ね、まとめて、何年度、うん、何年度って、その1日でまとめてその学校に集まってやるみたいな、うん。で、そこでまたたまたま出会って、うん、ああ、あの時のっていうことになって、うん、あ、その説お世話になりましたみたいな、うん、話をしてる中で、はいはい。その説はトーナメント表を。いや、違う違う。家系図だから。家系図を搬入って、搬入って発注してねっていうことで、ね、ありがとうございましたってなった時に、うん、なんかいろいろ旦那さんと大変でしたよねみたいな話の中で、うん、まあ、離婚したと。あら。もう実はもう別れたんですよって、うん、あ、まあ、で、その3人の連れ子の、うん、3兄弟も、うん、だけど旦那が連れてきた子供だったから、うん、まあ、別に私もそんなに、なんだろう、執着もなかった、うん、で旦那さんがその3人の子供を預かる形で、はいはいはい、まあ、綺麗さっぱり別れ、うん、で離婚調停もしてそのお金とかそういうのもらってるから別にいいんですってなったんだけど、うんうん、親戚を通じて、うん、嫌な話が入ってきたと。なんだ、何っていうのは、その旦那さん含めその3なんていうのかな、長男次男3、うん、いわゆる連れ子だった3人が、はいはいはい、ね、不幸に結構見舞われてると、うん、それで家系図のなんつうかやり取りとか下りがあった、登山とか終わった後に、うん、なんかそういうことが実はあったんですって言って、うん、でどういうことがあったんですかって聞いて、うん、あ、そんなことがあったんですねって、後にその家系図を作ってるその知り合いの人が思い当たったのが、うん、俺はっきりここ聞いてないから分かんないんだけど、うん、家系とかって結構ね、下に影響が出る、ちょっとこれ分かりやすく実はですね、僕書いてきたんですよ。
いろんなパターンがあるから一概には言えない。これは一つの例らしいんですけど、はい、例えばひいおじいちゃん、うん、でおじいちゃん、うん、でお父さん、うん、でこれ長男、うん、次男、うん、三男、この関係性一つのね、うん、ファミリーというか、うん、この流れで声があったら、うん、ひいおじいちゃんと長男って同じ運命をたどりやすくなるんだって、うん、なるほど。でおじいちゃんはおじいちゃんと同じような運命を次男、うん、でお父さんと同じような運命を三男、うん、この形はそういう風になりやすいっていうのがなんかその業界ではあると、うん、でこれ調べてその時のこととかをそのデータも残ってたからいろいろ調べてみたら、ここのひいおじいちゃんっていう父方のねひいおじいちゃんなんだけど、うん、地方症になって雪の日に外出てって帰ってこなくなった、いわゆる行方不明になった方なんですよ。でここの長男、会社の金使い込んで蒸発して行方が分かんなくなった行方不明、はい、でまあ同じようなで次こっちね、でおじいちゃん、うん、おじいちゃんねこれ海で亡くなってるんですよ、うん、溺死してるんですけど、この次男っていうのもその数年前川で亡くなってると、うん、死んじゃってるんですよ、うん、で川もねあの膝ぐらいのところで、うん、なぜか水面にこう顔をつけた状態で亡くなってる、うんうん、おかしいですね、なんかね別に立ち上がれるところで亡くなってる、うん、でこのお父さん、うんまあ、このお父さんまだご存命らしいんですけど、うん、で三男がですね一人暮らししたアパートの隣の部屋かなんかで火事が出て、うん、要は焼死、亡くなっちゃったんです。みんな亡くなってんすかじゃん。そう、あいやここだけ要はその会社の金着服して行方不明、まあ、だからまだ分からんねまだ分かんないけど、はいはい、このここの二人は亡くなって、でこことここがちょっとつながんないなと思ったんですけど、うん、お父さん昔ボクシングやってた、うん、ってた、ね、でそれその家計作るやつが知ってねわっと思ったのはあのね検視とかの世界、いわゆるその警察とかで司法解剖とかするので、うん、あの検視の用語でね、うん、あの焼死した人ってね自分の体を守ろうとするからグッとこう、うん、こう感じね、どうしてもこうなるらしい、うん、だからそれの状態のことをボクサーって呼ぶんだって。そうなんですね。そうだからなんかここの親のあれがなんか死ぬっていう形でなんか現れてしまったのが、まあ、もうバッとなんていうかな体現されてしまった、はいはいはい、だからそれを知ってだからそのこれは家計によるものなのか、うんうん、それかそのもともと先祖とか敬わない心から来たものなのか、うんうん、それか山にあったなんかその慰霊碑か墓かなんかを蹴飛ばしたものなのかっていうのが分からないんですけど、うん、その家計的に見るとこういう風になりやすいというのはそのまま現れたっていう話、うん、でそれを聞いて、あ、これは何なんだろう、うん、不思議だなと思ったっていうお話なんですよ、うん、はい、お父さんがね、はい、やっぱりキーマンですね、うん、この人ここね、うん、このお父さんね、この人がキーマンですね、だから今後どうなるのか、まあ、今上からのものが下につながってくるっていう法則性が実はまあ、あるらしくて、だから、まあ、ここのがこうなった、でもその後逆にお父さん今後どうなるかっていうのは ね、だからまあ覚醒遺伝ってね、遺伝であるじゃないですか、はいはい、あれって多分運命的なものも何かね、はい、分かんないですね、遺伝する気がするんです僕は、はい、でそうなってきたら、まあ、おじいさんがこのね、うん、子供たちの方にこう覚醒遺伝するじゃないですか、はいはいはい、でもこれってひいじいさんが長男にこの次男に三男にって、うん、ちょっと分からないですよね、なんかこれね当てはまる例っていうのが、うん、たまにあるんですね、実際あるらしいんですよ、うんうん、でもこの話においてはその慰霊碑を壊したりとか、うん、そういうところが乗っかってくるから、うん、敬ってない部分とかがあるから、この人の心がけ次第で子供たちは俺助かった気しますね、だからもう本当になんだろう、常日頃のじゃないけどね、心がけるっていうことは大切なんだな、うん、いやでこういう話も俺は聞いたことがなかったから、あそうだ、ね、こういうこともじゃあそういう世界ではなんかあるのかなっていうのを聞いて、なるほどなるほど、驚いたという話でございました、ありがとうございます、はい、うん、またね、いろいろいただいた中でですね、うんうんうん、お話できることがあればまた紹介していきたいと思います、お願いします、はい、ぜひよろしくお願いします、というわけで、はい、奈良の新チャンネルでした、はい、ありがとうございました、こぼれ話はラジオで。